どうもこんにちは、星三つ不動産です。本日紹介していくのは、名古屋の千種駅から徒歩8分、目の前にバス停があるこちらの物件です。今回見ていくのは最上階のお部屋。なんと最上階だけ 2LDK で、驚きの100平米超え。2階から10階まではほとんど 1K のお部屋なのに、最上階だけ 2LDK のお部屋。そんな特別なお部屋を本日は見ていきます。エントランスはもちろんオートロック付きで、エレベーターの横には宅配ボックスが付いてます。縦長のめちゃくちゃ大きいサイズもあるので、これなら安心ですね。エレベーターに乗って最上階に進むと、待ち受けているのはこの部屋だけ。なんと最上階を独り占めできちゃうんです。玄関は結構広くて、姿見付きの大きなシューズボックス付き。家族連れでも困らなそうですね。このシューズボックスの隣の扉、なんとこっちも玄関扉で階段につながってます。エレベーター用と階段用2つの玄関扉がある、不思議なお部屋ですね。では早速水回りから紹介していきます。こっちはトイレ。なんとめちゃくちゃ大きな鏡のついた洗面付きで、トイレの中に洗面台って思われちゃうけど、ちゃんと別でこれよりも大きな洗面台ついてるので安心してください。トイレはシンプルなデザインで可愛くて、上には収納棚がついてて便利そう。トイレの向かい側にあるのが洗面脱衣所。さっきの倍以上の大きな鏡に、両脇にはライトがついててコンセントたくさん。鏡に映ってるけど洗面台の反対側には収納。そしてこっちも収納かと思いきや洗濯機置き場。生活感を隠せるタイプ。そしてお風呂は広々設計。もちろん追い焚き機能付きでした。トイレ横には収納があって、廊下の奥には2つの扉。まずはこっち。ここは8畳の洋室で、大きなウォークインクローゼット付き。高さにものすごい余裕のあるこの物件、クローゼットもめちゃくちゃ広いです。続いてもう1つの洋室、こっちは6畳。さっきより狭いけど奥行きのあるウォークインクローゼット付きで、洋服たくさんかけれるし、上には棚もあって高さも十分。この物件ここからが本番です。さっき来た廊下と玄関ホールを戻ると、待ち受けているのは25畳超えの LDK。 広いし高いし開放感がすごい。真っ白で清潔感のあるキッチンはシンク広いし、料理スペースもバッチリ。三つ口コンロで完璧です。その隣にはなんとパントリー収納。かなり奥行きのある広さのあるパントリー。こんなに充実した100平米超えの物件、いつか住んでみたい。この物件の詳細はこちらになります。他にもこの辺りの物件、名古屋市内の物件を探しなら、星三つ公式 LINE までぜひお問い合わせください。他にも気になる物件、紹介してほしい物件があったらコメント欄でお待ちしております。